もうすぐそこなんだわ。あった。迷ってよ、やってきた。何食べますか？にぼりたん。うわ、そのにぼりたん、ジップのにぼりたん、ジップで入ってたの。にぼりたんってなんだっけ？にぼカレー。にぼりたんかにぼカレーにすりゃいいの。場所場所になるってどういうことだよ。ここがそうです。すいません、頼みますか？何頼みますか？にぼりたんでいいです。ジップで入ってたニボリタン。ここに買いますニボリタン。みんなニボリタンだね。おしゃれな感じですね。何？え？なんで C なんだ。さっきのところつながってんじゃないの、もしかしたら。ね、さっきの間違えて入ったと。うん、だってあの予約してた木村ですって言ったら、さっきの店で、あ、ご名様でって喋ったじゃん。ん、あ、ご名様でって喋ったじゃん。さっきのところどこつながってるでしょ。つながってるな。だからだよ。だから予約っつって受け入れたんだけど。煮干しラーメンみたいなもんでしょ。煮干しのスパゲッティってことで。チップの人もこういうとこに行ってで食べてた、うん、違うところ、うん、店に、まあ、大食いだ、大食いもあるみたいなところ。ふわふわなおさん、ああ、知ってるよ。あ、うん、え、ふわふわなおさんなんかかって知ってた。あ、青森でやって、で、あ、そういうことか。あ、なるほど。あっちから来たわけじゃねえんだけど、あ、すごいね、チップで取り上げられるっていう。マジでうまいってことだ。いや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 、これ思ったよりうまそうだ、ね、ほら、すごい匂いしてる。食べなさい。ママだけキーマカレー。あ、ニボ、ニボ、ニボカレー、あ、ニボキーマ、ニボキーマだか。あ、どうぞ食べなさい。それ食ってない。何、うん、うん、うまい。これちょうどうまい。これは常連になってもいいわ。え、常連になってもいいわ。常連になるわ。すごい美味しい。うん、あ、うん、あ、煮干し大好きな方。合うね。合う。カレーもめっちゃうまいよ。すごい豪快。ちょっと入る。ん？ちょっと入る。どうやな。美味しい？美味しいか。ママ、ママ、じゃあ食べてみて。お前どういうと。ママ、じゃあ食べてみて。先に自分の食べてもらう。まあ。うん、大丈夫だ。これは家で作りたいと思ったけど作れない味だね、これ。無理だね。うわ。
すごい美味しいよね。大前田でもなんか高橋リアのコリアになれることなんだよ。そうだ、エラもちょっと取って、ママもちょっと取って、だってママスプーンで取れないよ。あ、ちょっと待って、ないの、どうしたの、美味しくて泣きそうなのが、美味しくて泣きそうなのこれ煮干しも入って食べたことない、そんな全然食べれない、おかわりしたいみたいな、パパもだよ、もう食ってもらったの、本当はさ、あんまお腹すでになかったなって、それ夜中まで食ってたのに、うん、だけどこんなのを忘れさせるぐらいうまくて一気に行っちゃったよ、これこんなの忘れられない、えこんなの忘れられない、なんてさ、今この味忘れられない、忘れられないだって、こんなの忘れられないってすごいですね、もうええな、さすがに帰られない、パパが乗っ継ぎでしたね、まあ、わかってたけどね、どうでしたええな、まだ足りないでしょ、なになに、足りねえだろうな、まあ、どうレミロスなに期待してるだろう、いや、どうしたええな、めっちゃ美味しかった、まだ来たいでしょ、ね、本当もだけどもこれがいいんじゃない、うん、ね、いい店知ってんだって、ね、あの、でほら帰りに雑貨を見てたり、ね、ここもマジ長だから、ね、うん、ね、どうですか、美味しい、その育ちだからやから言ってくればいいんだよ、今の体を作ることを考えなきゃいけないから。昨日どうなんですか、うん、おいしい、あの、どっち好み、このどっちもおいしい、比べられないってこと、わわわさ、やばいんこっち、パパスパゲティってあんま食べないじゃん、でもニボシってことね、ニボナポリタンだからな、うん、ニボリタン、ニボリタンだよね、うん、めっちゃナポリタンとか食べないのにさ、普段、うん、もう一気に焦って食べなくていいから味わって食べるんで、何やってんだよさっきから、そう、どうした、うまかった、今度パワーもキーマー頼むわ、来たら、はい、やった、なんでそんなあげるの、いっぱいだけど大丈夫ですか、はい、ちょっといい、ちょっとだよ、友達が食べてる最中なんだから、もう全員最後どうでした、美味しかった、うん、ね、スパゲッティのもあるか今の出なかった、うん、あの口拭いた方がいいよお前マスク取んねえで食ってたのか、それは取れいいやん、それ耳で食うなんねえわ、なんか行こうとか言いそうだね、何、えなまたなんか次の休みとか、ね、またそこに行こうとか、まあ言う可能性はない、まあ土曜日丸川で日曜日購入さん丸川日曜日で一緒にだから、次来たらどっち食べたいえどっちも二つ来てますね、こっちにカレーがあって、こっちにナポリタンがあって、はっ
そうだね。まあでも、まあ、3でもいいぐらい。まあでも、あの、煮彫りちゃんの方が好きだ。すごいじゃん、ゴーバーに行くね。あ、なんかすごい寂してるけど。カヌキはでも食って進まで食べる。あ、そうだよ。で、わぶめっちゃ、めっちゃ吸ってたけどね。ラーメンは吸ってたけど。何カヌキは進まで食べる。なんかマナーかなんかしら。そういうの、あの大嫌いだから。こうくるくるくるってやった。そうそうそう。あ、スパゲッティは。あの、血長の音と思ったら、そうでもない、血長の食べちゃうってことで、ちょっと表情が暗いっていうか血結構残すんだけどね。あ、いつもお子様にこれだけ残してて、あの、処分上がりがいいるにもかかわらず、処分上がりが動いてた、トイレが、ね、うん、ごちそうさま。素晴らしい。え、なんか軽く良かったことでしょ。来たから参りました。全然、もう、これは予想以上でしたね。あ、これで聞くのか。お腹血が全部食べちゃうの、そこ全部食べちゃうの。生ひとつ飲まないかなと思ったの。いや、絶対飲ませてくれる。すごい。ありがとうございます。すごい美味しかった。はい。ごちそうさま。完食。さあ、行きましょう。え、足りねえだろ。もう一個いける。いける。もう、どこ行く？もう一個食べる。あ、もう一個食べるって。これからでも歩かないと大丈夫。おしゃれですね。おしゃれだよ。おしゃれな感じ。ここって何なの？ここだって。おお、なんだこれ。コレクションゲーム。いや、おしゃったわ、マジで。ね。車どこに止めてるか忘れた。すごいですね。いや、おしゃったな。うん。これ丸買いとタメ貼るわ、マジで。こっちだよ。え？まだ迷った？まだ。えな一番道分かってるな。パパの方は方向音痴だから全然ダメだわ。もうゲップしたんだけどさ。あの煮干しの味がものすごいして。煮干りたんの味つか、まあ、煮干しの味がめっちゃしたね。こういうのをゲップまでうまいナポリタンつんで。バーバだね。煮干しの味してますか？してる。煮干しの味してますか？まだしてる。多分5回目ぐらいまだすると思う。うん、非常に美味しいです。美味しいですが、結構までうまいです。面白い。いや、最高ですね。